たけし岡田のちょっとれ。皆さんこんにちは。今日もたけし岡田のちょっとれ、有酸素トレーニングのサーキットです。本日はお尻に効くメニューを4種類。1種目目はスクワット、2種目目はヒップリフト、仰向けの状態です。3種目目は四つん這いでの足上げ、4種目目は腕立て伏せ。5、さあ頑張っていきましょう。3、2、1、GO。 さあまずは1種目目のスクワットです。いつものスクワットよりもお尻を後ろに引くこと、より強く意識して行ってみてください。2種目目はヒップリフトです。かかとに重心を置き、お尻を天井へ突き上げます。3種目目の四つん這いでの足上げです。しっかりとお尻の筋肉が固まっていることを意識しながら行いましょう。さあ1セット目の終わりを告げるプッシュアップ、さあ2周目に入ります。必ずかかとに重心を置いて、お尻を後ろへ突き出すようにやっていきましょう。ヒップリフトです。この時腰が反らないようにお腹に力を入れましょう。四つん這いでの足上げも、足を上げたタイミングで腰が反りやすくなります。おへそのあたりに軽く力を入れた状態で行うようにしてみてください。さあ2セット目の終わり、プッシュアップです。たけし岡田、元気よく立ち上がっていますが、皆様は自分のペースで軽く汗を流せる程度に行っていきましょうね。さあヒップリフトの時、腰が反らないように必ず注意してください。さあ四つん這いでの足上げ、自分でどこに効いてるか必ず意識するようにしましょう。さあ3セット目の終わり、プッシュアップ3回。まだまだいけますか。残り1分15秒。スクワットのフォーム、皆さん家で確認できていますか。家に鏡があれば自分のフォーム見ながら行いたいですね。スポーツマッサージナズーでは、近頃有酸素のレッスンが大変人気となっております。初心者コースから中級者、上級者コースまで取り揃えておりますので、ぜひ自分に合ったコースチャレンジしてみてください。さあ5セット目に入ります。だんだんお尻がきつくなってきたんじゃないですか。まだまだ燃やしますよ。今日もしっかり汗をかいて、気持ちよくお風呂に入って、ご飯を食べて、体も心もちょうどいい疲労で、また明日に希望を持って起きれるようにしましょう。さあラスト1周、スクワットで終わってみました。たけし岡田のいい表情で今日は終わりになります。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。